こんにちは。第二種電気主任技術者の平良です。今回は電気二種二次試験電力化二科目より平成20年度から設置型景気用変圧器に関する計算問題を解説していきます。なお今回の問題で扱う設置型景気用変圧器の原理については説明欄の動画をご参考ください。最初に問題文を読み上げます。図1に示す 6600V50Hz の3層3線式配電線において、配電線に接続された単層変圧器、6.6kV110V 内部で高低圧混色事故が発生し、一線が B 種設置、抵抗 RG を通じて地絡を生じた場合について、次の問いに答えよう。ただし、 配電線のは配電線1 0線あたりの耐地静電容量は0.01マイクロファラドマイキロメートル設置型軽気用変圧器 g p t 二次側の開放三角結線端子間の抵抗は25オーム GPT の編成比は 6600V110V とし逆走分およびその他の定数は無視するものとする。 括弧 1, 1.、GPT は図2のような透過回路で表すことができる。一次側換算時の透過中性点抵抗値 r n ω を求めよう。カ2、単素変圧器内部で高低圧混色事故が発生した際の高圧系統の透過回路を図姿勢を。括弧3、この透過回路を用いて単相変圧器二次側に生じる 対地電位 VG ボルトを150ボルト以内に抑えるために必要となる B 種設置回路の抵抗値の最大許容値 RGO も及び、その際の RG に流れる電流 IG アンペアの大きさを求めよう。ただし、計算にあたっては、高低圧、混色、自己点にかかる電圧、かっこ、地落層の自己前の対地電位は VG に比べ、 十分大きいため両電圧の位相差は無視しても計算結果には大きな差は与えないものとして計算してよい。では問題の設定を確認します。問題文の下線より図1に示す 6600V50Hz の3層3線式配電線について配電線に接続された単相変圧器内部で 高低圧混色事故が発生し一線が B 種設置を通じて地落が発生した場合に関する問題です。なお配電線の高調は 10km で一線あたりの対地静電容量は0.01マイクロファラドマイキロメートル設置型軽気用変圧器二次側の開放三角結線端子間の抵抗は25 ω 編成比は 6600V110V とし逆層分およびその他の定数は無視しますでは問題の条件で図1に反映されていない部分を反映しますまず問題文の緑の下線より図1の線間電圧および中波数を E1 イコール 6.6kVF イコール 50Hz 等器また 単層変圧器の変成比は 6.6kV110V となっています。次に問題文の青の下線より配電線の高調及び 1km あたりの大地静電容量を L イコール 10kmC' ダッシュイコール0.01マイクロファラドマイキロメートルと置きまた問題文の黄色の下線より設置型軽気用変圧器の 編成比は 6.6kV/110V となっています。ちなみに、設置型軽機用変圧器は昔は GPT と呼ばれていましたが、現在では ZCT とも呼ばれています。以上が問題の設定の確認です。では、括弧1を解いていきます。問題文より GPT を図2の等価回路で表すことができ、これを利用した一次側換算時の 透過中性点抵抗値 RN を求める問題ですなお問題文より図1の GPT を図2の等価回路に変換する方法については説明欄の動画をご参考ください。まず図2の2次側の抵抗3分の25オームを1次側換算するため巻数比を求めます。図1より GPT の巻数比は 編成比が6.6キロボルト110ボルトであるため、n イコール60となります。そのため図2の2次側の各層の抵抗3分の25オームを1次側換算すると3分の25かける n 2乗となります。次に1次側の中性点に挿入する場合を考えると左上の回路の 並列接続の合成抵抗を求めることと同等なため、Rn イコール3分の 25×n2 乗かける ×3 分の1となり、値を代入すると1万オームとなります。これがカッコ1の答えです。次にカッコ2を解いていきます。問題文より炭素変圧器内部で高低圧混色事故が発生した際の 高圧系統の透過回路を作図する問題です。まず問題文より図1のように炭素変圧器内部で高低圧混色事故が発生したため線路が青の線で短落されます。では透過回路を求めるために今回はテブナの定理を使います。テブナの定理より抵抗 RG の両端を解放しこの時に RG RG のの両端に加わる電圧と、から見た回路のインンピーダンスを求めます。まずこの時に RG の両端に加わる電圧は図の右上のように線路の対地電圧と等しくなり線路の変圧器の結線がデルタ結線であることから √3 分の E1 となります。なお対地電圧がルート3分の E1 になる理由については 説明欄の動画をご参考ください次に RG から見た回路のインピーダンスについては関係する回路の定数が等価中性点抵抗 RN と各層の線路の対地静電容量ですここで RG の端子から RN および対地静電容量を見るとすべて並列になっているため図を変形するとこのように Rn と3つの対地静電容量の並列接続の回路図とすることができます。なお、静電容量 C は Lc'×10 のマイナス6乗であるため 0.1×10 のマイナス6乗ファラッとなります。ここで静電容量を合成すると 3c となるため線路の容量性リアクタンスは電源の 各周波数をオメガトークと、J オメガ 3C 分の1となります。これが RG から見た回路のインピーダンスです。よって、テブナの定理を使った透過回路は、このようになり、この時、右の抵抗 RG に流れる電流が地落電流 IG で、RG の電圧効果が対地電位 VG となります。 なお、各電圧・抵抗の値は、青枠の通りです。これが括弧2の答えです。最後に括弧3を解いていきます。問題文の下線より、等価回路を用いて、単相変圧器二次側に生じる対子電位 VG を 150V 以内に抑えるための RG の最大許容値及び、その時の RG に流れる電流 IG の大きさを求める問題です。 なお計算にあたっては自己点にかかる電圧は VG に比べ十分大きいため両電圧の位相差は無視しますでは問題の条件より対地電位 VG は 150V 以内に抑えるため VG=150V として計算をしますまず地殻電流 IG を求めます回路図より、 抵抗 RN に流れる電流を IR キャパシタに流れる電流を IC この並列接続の電圧効果を V1 と置きますではここからの計算は複素数を扱うためフェーザー表示を用いますキレヒコックの法則より電流は IG イコール IR プラス IC となりまた ir. および ic. は、オームの法則より、ir. イコール rn 分の v1 ドットおよび、ic. イコール j オメガ3 c × v 1ドットとなります。これらの式を ig. の式に代入すると、このようになるため、ig は、ig イコール v 1 ×ト r n 2乗分の1プラス、 オメガ 3C2 乗となります次に回路図についての電圧の関係式はルート3分の E1 イコール V1 プラス VG となり V1 について解くとこのようになります。ここで問題文の青の下線より混色自己点にかかる電圧 E1 と VG の位操作は無視できるため V1 の大きさは、√ 3分の E1-Vg となり、値を代入すると、3660.5V となります。よって、Ig は、式に値を代入すると、0.503A となります。次に、Rg を求めます。回路図より、Vg. イコール、Rg、Ig. となるため、 VG イコール RGIG となり RG について解き値を代入すると298 ω となります。これがカッコさんの答えです。以上が今回の問題の説明です。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。